おざす、ティッシュスンです。さて今回はこちら MCS880 使っていこうかなと思っております。で、弾はですね、ペレットっていうか、その、なんだっけこれ、あ、そう、フレッシェット弾ってやつを使っていきます。まあちょっとね、その、まあどうなのかなっていう性能でよく分かんなかったんだけど、フレンドさんからちょっとおすすめされてね、まあ、強いよということで使っていきましょう。で、ちょっと待てよ、いるね。こいつの性能なんですが、まあ1号バッグをちょっとペレット減らしてダメージも減らしたタイプだけど、あの貫通するらしいね、人体はい、それが強いのかな。やっていきましょう。もうこれ固まってんじゃない、いけますか。いけるけど、まあ1人だけか、2人ほど味方がかっさらってたね、目の前の。まあキルなんかね、早いもん勝ちですから、まあ、しゃあない。はい、でこいつの性能の補足なんですけど、まあ、1号バッグをペレットちょっと減らして人体貫通の特殊技能というか、その効果をつけた感じの銃みたいですね。弾みたいですね。だからちょっとね、1号バッグよりもだいぶしっかりと狙わないと即死はしづらいのかな。はい、まあ、ただそこら辺はエイム練習っていうね、大義名分もあるんで、やっていきましょう。かましていきますよ。さあ、こっから SG 困るぞ。ちょっと開ける。あ、まだいたんだそこよく見てなかった、油断してたわ。こっち方向になんか来てるね。さあ、これ4発以内に倒せたらでかいが、あー、5発使うか。まあ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 、いいでしょう。はい、まあとりあえずね、この MCS さん即死があるのはいいんですけど、もういっぺんに2人3人って来られた時に、まあ、ちょっとしんどい時があるんで、でそういう時に貫通してくれて、まあ、2人なり3人なりいっぺんに倒せるとでかいよね。弾っていうか、その、まあ、TTK が稼げるっていうのかな。はい、割とコッキングがね長いんですよね、こいつで。そのコックしてる瞬間に、まあ、K30 とかにね縛られるってこともあるんで、まあ、そういう、あれこれバグだね、あのキルになってないバグだ。まあいいや。はい、まあ、そういうその隙が、まあ、ちょっとでもね、なくせるっていうのはでかいかな、このフレッシェット弾。はい、というわけで、まあ、やっていきますが、基本的に戦い方は、どうだろう、ダブローバックぐらい、もう割としっかりと狙っていった方がいいかもしれないね。結構、なんか、スカる時が多いと思うんだよ、その腰打ちとかで。まあ、そのフレンドさんも言ってたんだけど、その腰打ちとかで打ってて、適当にエイムしてると、スカる時が多いということで、基本 ADS して打つのかな。はい、まあ実際そうだよね、こいつ最大ダメージが120だから、一発でもペレットが外れるともう即死しないんでね。まあこれはアーマー来てたらの場合だけど、アーマー来てなかったらまあ100だから2発外れてもいいね、ペレットは。はい、まあ、そこら辺若干運ゲーになるけど、運ゲーにならないようなそのエイム力で、それが鍛えられれば、ね、こいつの進化が発揮できるといった感じなんで、まあ、頑張ってやっていきましょう。でさ、長い、若干長いマラソンの後、アルファにアタックしたいが、まあ、運よくここまで来られたね、この山のところ。ここまで来られたらもうこいつのレンジでしょう。はい、でこの山頂にいるのかな、いるね。はい、でしっかりと ADS して打っていきたいが、 OK、 いいね、3連休。わーっつって、なんかいたわ、木の中に恐ろしい。 ありがたい、マジででかい。ちょっと一回引こうか、冷静に、はい、やっていきたいんで引きます。はい、これぐるっと左から回っていけないかな。なんかごちゃごちゃなってるから、あ、木も焚いてくれてるね。これはなんか流れでいけないか、極力ね距離稼ぎたいんですよ。これ4号バックの次にその距離、威力減衰が激しいっていうか、まあ距離が離れるといっぱい弾打たなきゃ死なないよみたいな性能なんで、はい、まあ極力近づきたいね。はい、まあ、4号は基本的にその超近距離向け、まあ、全部当てれば240っていうクソ謎に過剰なダメージがあるんだけど、まあ、その分その威力減衰もちょっと激しめ、まあ、でも 14m ぐらいあるらしいんだけど、はい、でこいつはねその次に、だからまあ1号と、あ違うわ、4号とその1号の間ぐらいの威力減衰だが、 OK、 なんとかやれたね。はい、これちょっと B1 任せるか、もうチャーリーで湧いて、えこっちで湧くん、マジでなんか楽に、すげえ楽に
あの裏取れたんだけど、あでもこれどうかな、ちょっと開けてるからな、ここ普通のその SMG、 あ G 以上の射程がある武器だったらもうよだれ垂らしながら喜んでたんだろうけど、 SG だとどうだ、いやいや、うわマジか、あーずれた今の、うんーまあいいや、いける、いけそう、いけました、はい、というわけでリロードしてどうすっかな、まあ、そのまま押して、あ押してるね味方が、いいですよ、てかだいぶチケサついてんな、800チケサ来てるね、来てらっしゃいませ、 OK、 はいこれ早いわ15分コースだねこれ、敵もう20チケ切って、まあ、終わるかな、はい、というわけでちょっと尺があんまり足らないんじゃない、まあキルペースはまあまあだったけど、ちょっともう一試合やろうか、はい、さあカレイドスコープはトゥクトゥクですよ、はい、皆さんねカレイドスコープに来たらぜひともトゥクトゥクを掌握してください、え、このマップの名物ですこれは、はい、なんかマッケイさん走ってたな、戻ってきますマジで、 OK 一人でエンジェルもやっていいね、さあ引き続きやっていきたいが、来てますか、味方が来てた、味方が来てたけどなんだこのミニマップの赤点、 これやられたんじゃないさっきの味方、ケツから来てるっしょ、何かが、足音も聞こえる、いらっしゃいませ、えマジでちょっと、はいはい、いってらっしゃい、44も残ってんのあれで、マジでそんな拡散してたか、拡散っていうか俺のクソエイマー発動してたか、まあいいでしょ、まあ、次はい、ちょっとこれ SG は外周で戦うにはきついか、きついな、中入ろう、中味方いるからまだ来るぞこれ、多分来ますよ、いらっしゃいませ、 OK、 はい、でまあなんとかやってちょっと隠れようか、これリロードすべきか、いやだが怖いぞこれ、多分来るぞそろそろ、 OK、 たださっきのうちにやっとくべきだったかな、3発リロードでしょ、終わってたかな、なんか時すでにお寿司、ま待て待て待て、あ来るなこれ、いらっしゃいませ、 OK、 でそこで弾切れた、あおバレた、もう無理、リロードしとくべきだった、ちょっと判断ミスだね、ちょ惜しい、はい次、あいらっしゃいませ、 OK やられた、あれ削れてたかな、多分即死距離じゃなかった気がする、 20m ぐらいあったでしょ、はい、で結構劣勢だな、割と400チケサぐらいついてて、取ってる陣地は D のみか、でその D も割と固められてて、こっちの味方が死んだから多分いる、どうですか、味方がやったかな、分かんないけど、はい、さっきボコしててこの試合ボコされてるから、まあチームバランサーは良くなってる、こっちいるかな、なんか打ってたさっき、あ OK やって、おスイミングしてますな、で2人目だね、はい、さあこっからどうするかだよな、他の拠点行きたいけど、まあどこ行くかだな、まあどこ行ってもいいけどね、D 以外全部取られてるから OK、 はい、ただちょっとここに敵がいるってことはなんかいるんじゃね、 D 取られるのはやばい、さすがにどこからでも分けなくなる、はい、でちょっとあー来てますわ、ダイスギミック発動してるもん、ダイスギミックがうぜえこのなんなんこれ、冷凍庫的なやつな、冷気あれは、あーいるね、はい、マジで、今の一発やれないか、多分外れたね、いっぱいペレットが、あー惜しいね、はい、で次、はい、というわけで今回はねフレッシュヘッド弾使ってみましたが、まあ動画上ではあんまりまとめてキルできるっていう場面はなかったと思うんだけど、まあ、本当ね SG のその冷凍の関係上まとめてキルできたらかなりでかいんで、まあ、それを狙っていくっていうのもありなのかな、はい、というわけでご視聴ありがとうございました、で次回のね動画の方でお会いいたしましょう、はい、バイバイ。